まして誠にありがとうございます。約45分間ご案内をさせていただきます。私は若杉香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。では出航いたしました。皆様の右側、今見えているこの場所は地球の約半分もの海域を担当としているアメリカ海軍の第7艦隊基地となっている場所です。現在軍の施設しか見えておりませんが、奥には約2万人の方が住んでいるんです。しばらく右はアメリカの基地ということを覚えておいてください。そして早速右手前方から真っ黒い船体をした潜水艦が2隻見えてきているんです。こちらの潜水艦ですが、2隻ともよくご覧いただくと日本の国旗を上げているのお分かりいただけますか。向かって右側に上がってますね。こちらは2隻とも海上自衛隊の潜水艦なんです。今手振っていただいてますね。大きく振り返してください。ありがとうございます。右はアメリカとご紹介をしましたが、この基地の中に潜水艦の司令部が置かれておりまして、普段から海上自衛隊の潜水艦のみアメリカ海軍側に泊まっているんです。また潜水艦自体初めて見たという方もたくさんいらっしゃると思います。今全部で自衛隊は18隻の潜水艦を持っておりまして、普段7隻を横須賀、残りを広島の呉へと配備しております。では右はアメリカというところからご紹介しましたが、次は左側のご紹介もします。皆様の左手前方は海上自衛隊の横須賀基地、中でもものすごく大きな船が一隻姿を現してきておりませんか。こちらの船は頭の番号が183番ヘリコプター搭載護衛艦の出雲という船なんです。今年の3月25日に収益デビューしたばかりで、まだ出来たてほやほやの新しい船となっているんです。かなり注目を浴びている船でして、テレビのニュースでも取り上げられることがすごく多いです。ニュースで見たよという方もたくさんいらっしゃると思いますね。いかがでしょう、すごく大きいと思いませんか。長さが約250メートルあるんです。あの東京の都庁を横に倒した長さと同じぐらいの長さ、高さは約50メートル、重さが1万9000トンとなっておりまして、実は海上自衛隊で史上最大の大きさの船なんです。ヘリコプターをたくさん乗せることができる船ですが、自衛隊は実は今までもヘリコプターたくさん乗せれる船を持っていたんです。ですがその船でヘリを乗せれましても最大10機まで、この出雲になりますと最大14機のヘリコプターを同時に乗せるようになりました。出雲の上が全部平らなんです。この場所がヘリコプターを飛ばす離着艦場所、ここでは最大5機まで同時にヘリの離発着が可能と聞いています。かなり横長い船でして、乗組員の方も毎日の移動が結構大変みたいです。なのでしっかりと船の中には移動用の自転車も積まれていると、そういった大きな船でもありますね。そしてこの出雲から少し左で前方をご覧いただくと、続いての船は頭の番号が110番という船です。110、いかがでしょうか。こちらの船は護衛艦の高波という一隻、番号の左上よくご覧いただくと大砲がついているのお分かりいただけますか。砲身筒が1本右に伸びたものです。こちらの大砲、単装速射砲という呼び方をしておりまして、このタイプですと1分間に約40発弾を飛ばすことができるんです。今ズドンと撃った場合、だいたい神奈川県の横浜まで飛んでいくサイズです。24キロくらいとなってます。そして本日は奥にも船が何隻も帰ってきているんですが、後ほどご紹介させてください。では続いてはもう一度皆様の右側をご覧ください。皆様のちょうど右側にはアメリカ海軍のグレーの船、頭の番号が82番という船が停泊中です。この船はかなり有名だと思いますよ。
アメリカ海軍のイージス艦というタイプの船なんです。テレビでよく耳にされますよね。今地球上を探してみるとイージス艦約100隻ほど存在しますが、そのうちの日米合わせ約10隻を横須賀に配備しているんです。本日はアメリカのイージス艦で細かくご紹介をしていきますね。ですが一体どんな船なのかと言いますと、世界最高峰のレーダーシステムをつけた船がイージス艦なんです。まず1隻でどれくらいの範囲が探知できるかというと、ここ横須賀でレーダーを起動させた場合、北は秋田から西は兵庫まで全部一気に探知ができます。もし100発ほどのミサイルがいろんな方向から飛んできたとしても、すべてに的を合わせ、どれくらいの時間で飛んでくるか、どれくらいの高さを飛んでくるか、どのミサイル撃ち返せば撃ち落とせるか、すべてコンピューターが自動で判断をしているんです。判断にかかる時間がたったの1秒以内という船なんです。簡単に言ってしまうと、すごいレーダーをつけた船がイージス艦なんです。本日82番の横に85番も止まっているのお分かりいただけますか。こちらはマック・キャンベルというアメリカのイージス艦なんですが、85番でイージス艦の簡単な目印をご紹介します。ぜひ覚えてみてください。85番の一番背の高い鉄塔をご覧ください。1本しかありません。鉄塔の付け根あたりの壁に白身を帯びた八角形の薄っぺらそうな鉄板2枚貼り付いておりませんか。船を顔で表すと目の位置に来ると思うんです。あの鉄板を全部で4枚付けた船がイージス艦なんです。今見えない裏側にもう2枚付いてます。今後こういった船を見ましたら、まずはあの鉄板あるかないかを見つけてください。4枚あるのがイージス艦です。そして本日はもう少し右手前方にあと3隻イージス艦止まっておりますので、ご自身で探してください。ですが右手前方からまたものすごく大きな船が1隻姿を現しておりませんか。赤と白だけのクレーンの足元です。あちらの船はどこを見ていただいても八角形の鉄板ついておりません。イージス艦ではないですね。そして形も全然違います。あちらが横須賀で一番有名な船、原子力空母ジョージ・ワシントンという船なんです。カメラを持ってきたという方はぜひあの船全体写真収めておいてみてください。どうしてかと言いますと、ものすごく船は大きいんですが、軍事機密の塊のようなものですので、横須賀の陸地から一般の方が全体見えない場所に止めてあるんです。なので船を降りられますと全体写真はそう簡単には撮れません。ですがどうしてあの船あれだけ大きいのか。航空機を飛ばすための船です。滑走路の役割をしているんです。長さが約333メートル、東京タワーを横に倒した長さと同じ。高さは75メートル、ビルで表すと20階相当、重さは10万トンあります。船が大きいので航空機を一度に約70機搭載乗せることができる巨大な船なんです。アメリカはこういった船を10隻ほど持っておりますが、アメリカ自国以外で配備している場所が地球上でこの横須賀のみとなっているんです。海上自衛隊持っておりませんので、簡単に見られる種類でもありません。そして今正面からジョージ・ワシントンをご覧いただけるポイントに行きました。形をよくご覧ください。逆三角形の結構アンバランスな形してませんか。上に向かって広がり、上の平らな場所が飛行甲板です。この飛行甲板の上、向かって左寄りに背の高いアンテナが立っている棒をお分かりいただけますか。この下に3階建てのマンションのようなものがくっついているんです。あの場所が艦長さんがいるブリッジと呼ばれる場所。
他の船は周りを見渡しやすいようにブリッジ船の真ん中に作っているんですが、この船に関しては真ん中航空機の滑走路として使っているので、ブリッジが向かって左側に寄っているとかなりアンバランスな形をした船ともなっているんです。またあのブリッジ3階建てぐらいに見えますとご紹介をしましたが、実際中に入ると7階建てとなっておりますね。どこから見てもすごく大きな船ですので、動かすのにも人が結構必要です。先ほどの後方のイージス艦、あのサイズで約300名乗組員乗せております。ですがこのジョージ・ワシントンですと通常は約5000名の方を乗組員として乗せているんです。一番多い時には6500名の方を乗せて出航していくんですね。いろんな年代の方が乗られていると思いますが、現在乗組員の平均年齢どれくらいだとご想像されますか？結構30代かな40代かななんてお声をいただくんですが、現在乗組員の平均年齢23歳となってますね。またあれだけ大きな船の貨車を持っている方も平均年齢18歳とかなり若い方が乗られている船ともなります。今日初めて見たという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今日皆様にとってはおそらく最後のジョージ・ワシントンになってしまうと思います。実はジョージ・ワシントン今年中に横須賀からいなくなってしまうんです。空母が交代するそうなんですね。次に来るのは同じ形の船なんですが、ジョージ・ワシントンよりは少し新しい、名前がロナルド・レーガンという船が来ること有力視されています。ジョージ・ワシントン次に出航するともう帰ってこないまま交代の可能性すごく高いので、今日皆様にとっては最後になってしまうかもしれませんね。ではジョージ・ワシントンについていろいろご紹介ができましたので、船は一度横須賀本港を出て港の外を10分走り、お隣の長浦港という港に向かっていくんです。港の外を10分ほど走るので船が突然揺れる可能性があります。ご移動される方はお気をつけください。またお2階の方も風が強くなってくるかもしれません。お帽子など飛ばされないようにお気をつけください。では東京湾でもいろんなものをご紹介していきたいんですが、まずはちょうど皆様の右手真横をご覧ください。海面からコンクリートのブロックがいくつも顔を出しているんです。これから何か作りそうに見えますが、この状態でもう完成しております。自衛隊が使っている地基測定所という施設なんです。ご紹介をしている船はほとんどが鉄でできております。地球自体が磁石のような力を持っているので、鉄船が海を走っていると磁石の力、G 力というものを自然に溜めてしまうんです。放っておくと危険なことが起きます。中でも海の中に仕掛ける爆弾で機雷と呼ばれる爆弾が存在します。陸でいうと地雷のような爆弾です。その中に磁石の力に反応をして爆発してしまう磁気キラーという種類が存在するんです。そういったものに反応をしないように自衛隊の船はこのブロックの間に入りまして、どれくらい磁石の力が溜まっているのかと測定をする場所となっているんです。ではこういった恐ろしいご案内をしていると、今完全に東京湾に出てきました。せっかくですので周りもぐるーっと見渡していただくと、左側の方は今日は調子が悪いです。ずっと朝から何も見えておりませんが、すごく視界がいい日にはこの場所から富士山きれいにはっきりご覧いただくことができます。今日はずっと朝から隠れてますね。そして次は右側ご覧ください。ちょっと右後ろの方を振り返っていただくと、低い山と高所を結構はっきり見えておりますよね。あちら同じ横須賀に見えるんですが、対岸の千葉県なんです。横須賀と千葉は海を挟むと7キロしか離れておりませんので、視界がいいとこのように同じ横須賀に見えるんですね。実際車で横須賀から千葉に向かいますと2時間はかかります。ですが今から船で向かうと30分で渡れると、海を渡るのが一番近いですね。そ
そしてそこから少し右手前方の方をご覧いただくと、本日は横浜あたりまで見えておりますが、正面から右手前方にかけて近い陸地が広がってきておりますよね。この辺りはまだ横須賀なんです。横須賀市、奥多摩、または那須島と呼ばれる辺りでして、横須賀の一番端になります。すぐ隣がもう横浜市、金沢区とそういった場所なんですね。ここには有名な工場が並んでいるので、少しご紹介させてください。では中でもオレンジ色と白に塗られた大きな門型のクレーン、お分かりいただけますか。この場所は住友重機の横須賀工場となっておりまして、大きな油を運ぶ単管線やテレビの液晶画面を作っているんです。アクオス、画面結構有名ですよね。そういったものを作ってます。本日もクレーンの下に、上が黄色、下が青、赤で塗られた船がボンと置いてあるの、お分かりいただけますか。あちら作りかけの単管線ですが、距離があるので小さく見えていると思うんですが、あの単管線でも長さが300メートルほどある、ものすごく大きな単管線です。1年間に約4隻ぐらい作っているみたいですね。そしてそこからもう少し右手前方を見ていただいておりますと、岸壁に上が白、下が青で塗られた船が横と縦に1隻ずつ止まっておりませんか。この船たちは自動車運搬船と言いまして、その名の通り車を運ぶための船なんです。この船が止まっている場所はすごく有名です。奥多摩の日産自動車工場となっているんです。船の右下左下の岸壁をよく見ていただくと、ちっちゃなお車が少しずつ見えてきておりませんか。岸壁に結構並んでますね。ここの工場で作られているのは、日産車の中でも電気自動車のリーフやコンパクトカーのチュークやキューブといったお車、ほとんどこういった船に乗せまして、日本各地、世界各地へと運んでいくんです。この白と青の船は九州に向かう船だと思いますね。そしてそこからちょうど右真横に、下がレンガ造り、上に窓がたくさんついたお城のような建物、皆様こちら何をする建物だとご想像されますか。双眼鏡を持っている方はぜひ覗いてみてください。何か見えるかもしれません。お客様からホテルですか、結婚式場ですかとよくお声をいただくんですが、全く違うんです。日本最大規模を誇るリサイクルプラザとなっております。早く行ってしまうとゴミの収集所となっているんですね。横須賀で出ましたゴミ、リサイクルができるものが限定です。ペットボトル、缶、段ボール、粗大ゴミ、そういったものを集める場所となっているんです。名前がアイクルという場所なんですが、年に数回変わったことをしているんです。横須賀で集めてきました粗大ゴミを少し手直ししまして、もう一度入札方式で販売をしているんです。ただいま1階のお客様限定なんですが、前にあります大きな白いカウンターテーブル、実はこのテーブルも6年前に店長が入札していた商品なんです。もう結構使い込んでますからボロボロなんですが、購入当時はもっと綺麗です。運が良ければ大きな家具がお一つ500円などで買える日もあるそうですよ。掘り出し物もあると聞いてますから、ぜひ興味がある方遊びに行ってみてください。では少し周りの工場と景色ご紹介しておりましたが、軍港巡りからも皆様に一つお知らせがあります。現在当社では皆様に最後までお楽しみいただけるようにと、大抽選会というイベントを行っております。ご乗船いただけました運のいい方数名様に素敵なプレゼントが当たるんです。そこで必要になりますのが、あのなくさないでくださいと言っていたチケットなんです。すぐに出るという方、ちょっとお手元に出してみてください。しっかりとお持ちいただいてますか。お2階の方飛ばされないようにしてくださいね。このチケットをご覧いただくと、船の写真を使っているんですが、10種類あるので、お連れの方もしくは私前の方とは違う写真が入っておりませんか。当社の船やイージス艦やしらせや城島ワシントン、皆様の船泊まっていたでしょうか。この写真の上に皆様ですと14時便と印刷があると思います。この左側に小さな数字が6桁並んでおります。
この数字が皆様の運命を決める番号となっているんですね。発表は一番最後です。船を降りていただきましてからチケットを販売しているチケットカウンターで最後の発表でお楽しみになっておりますので、最後の最後までたくさんおいでください。おそらくこちらの便のお客様5名様に素敵なプレゼント当たると思います。ぜひ参加してみてください。では一つお楽しみをご紹介していると、お隣長浦港という港に到着しました。こちらの港にも自衛隊の基地が置かれておりまして、今日はこちらの港の方が船たくさん帰ってきてます。順番にご紹介をします。では自衛隊の船を見るにあたり押さえていただきたいポイントが2箇所ございます。必ず船の頭には番号がついています。一方船の後ろには名前がついているんです。まず番号と名前から見つけてください。では右手前方すぐそこです。3隻の船が停泊中、奥側から5105番の日南、真ん中5104番若狭、手前は5106番の湘南です。この3隻は大きさがバラバラなんですが、すべて同じ仕事をしている仲間の船なんです。海洋観測艦といいまして、海底の地盤の調査、潮の濃度、流れの調査を行っております。どうして自衛隊が海の中まで調べるのか、あの潜水艦を持っているからなんです。潜水艦はずっと海の中で活動します。潮の流れや濃度により速力速さをだいぶ変えるそうでして、そういった下調べをして潜水艦にデータを渡すのがこの船の仕事です。そしてそこから少し右手前方には大きな後ろ姿が見えております。463番の浦賀、船の後ろがパカッと開くハッチバックでして、ちっちゃな小船を下ろせるように作られているんですね。長浦港では一番大きい、長さが約140メートルあります。高さが25メートルの船となっております。どんな仕事をするかは後ほどご紹介をしていきます。では続いてなんですが、私がおすすめをしているシャッターポイントがやってきましたので、カメラを持っている方今ご用意してください。かなり近づくことができるので迫力のあるお写真撮ってもらえると思いますよ。1階のお客様まだ見えておりませんが、真横を通りますのでご安心ください。皆様の右手前方、前の方をご覧いただくと潜水艦止まっているんです。今真横行きますからね。右側に止まっているので皆様どうか譲り合ってお写真撮っていただくようにお願いしますね。どうしてこの潜水艦にはこれほど近づけるのか、実は2年前に引退している潜水艦なんです。引退しておりましてどなたも住んでおりませんので結構近づいているんです。現役のものにこれほど近づくともちろん怒られます。よく見てください。結構汚れてませんか。糊が生えていたり、錆が出ていたり、そして後ろの方はもう白い、こちらカモメやウミウの糞だらけという状態なんですね。ここまで汚れている潜水艦もなかなか見ることができません。現役のものはしっかりお手入れされてます。ましてや海上自衛隊の船は世界の船の中でも美しい、整備されているとかなり有名なんですよ。20年間現役当時は若潮という名前で活動をしました。老朽化のために引退したんです。今ではどなたも住んでいない処分待ちの潜水艦となっております。初めて潜水艦を見たというお客様どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。そのお客様、思っていたより大きかったでしょうか、小さかったでしょうか、いかがでしょう。結構小さかったなとお声をいただくことが多いんですが、この若潮という潜水艦は長さが77メートルあるんです。当社の船の長さが23メートルぐらいですので3倍以上あります。そして高さがポコッと余分に1つ頭を出した場所から海の中まで全部で17メートルあるんです。海面から下にあと6メートルぐらいは膨らんでいるんですね。
こう見ると小さいんですが、陸揚げすると乗組員の方曰くジャンボジェット機と同じぐらいの大きさだそうです。結構大きいですよね。ではこの潜水艦から続いて左側ご紹介します。忙しいですかね。次にご紹介する船は少し特殊な仕事をするんです。海の掃除をする船、掃海艦と言います。海の掃除と言いましてもゴミを拾っているわけではありません。先ほどご紹介をしました爆弾、機雷の撤去です。左手前方少し透明なんですが604、605、606お分かりいただけますか。あちらが海の掃除をしている掃海艇というタイプです。爆弾の撤去をしているのであの3隻は変わった材質でできてます。何でできているかと言いますと強化プラスチックなんです。 FRP という材質でできた船となってます。どうしてあちらの船が強化プラスチックで作られたのかと言いますと、機雷の中には磁気機雷が存在してしまうんです。磁気機雷を撤去する船が磁石の力を帯びる鉄ですととんでもないことが起きてしまうんですね。このタイプの船はプラスチックの船となっています。そしてそこから満席が止まっているんですが、続いてちょうど左で前方に船の真ん中オレンジ色の鳥かごのようなものを乗せた船、お分かりいただけますか。千代田です。こちらの船は潜水艦救難母艦というタイプでして、黒い潜水艦にトラブルが起きた際に助けに行く船なんです。自衛隊では未だかつて大きな事故トラブルはございません。他の国では潜水艦が海の底から上がってこれない、爆発してしまったという事故が起きているんですね。そういった時のために助けに行く。そしてそこから少し左手前方には先ほど大きさもご紹介しました463番の浦賀です。この浦賀はどんな仕事をするのか。海の掃除をする母の船、掃海母艦というタイプなんです。海の掃除は爆弾の撤去です。そして母艦、お母さんの役割をしている船、一体誰のお母さんかと言いますと、先ほどのプラスチックの船のお母さんなんです。あの船結構小さかったんですね。長さが60メートルほどしかありません。ちょうど浦賀の半分ぐらいなんです。あれだけ小さくても海岸にも派遣されます。船小さいので食料や物資、燃料積み込める量がすごく少ないです。なくなるたびに岸壁に行ったり来たりしていると時間と燃料2倍かかるんですね。なくなった際に浦賀が全て分け与える、補充をするようになっております。お母さんの役割をしているんですね。そしてそこから少し左手前方には長浦港で最初にご紹介をしました3隻まで戻ってきました。今一番手前に止まっている湘南という船、青い作業着の方が作業されてます。ペンキ塗っているんでしょうか。あちらの方ももちろん自衛隊の乗組員の方なんです。ああいった乗組員の方は基本的にずっと船の中で生活をしていくんです。どれくらい密着して船に住んでいるのかと言いますと、皆様車の免許に住所の欄があるのはご存知ですよね。皆様ですとご自宅、お家の住所が入っていると思うんです。ですがああいった船に乗っている自衛官の方の中には、住所の欄に海上自衛隊湘南、海上自衛隊浦賀と船の名前が入っている方もたくさんいらっしゃるんです。船が自宅なんですね。お風呂を入る際、洗濯をする際、食事をする際、全部船の中なんです。潜水艦は結構船内が狭いので、お風呂はシャワーのみです。桶というかですね、バスタブがない船ですね。他の船にはしっかりとバスタブがついているんですが、中に食べるお水が真水ではなく海水となっているんです。さすがにシャワーから出るお水は真水なんですが、船自体が水が貴重です。任務内容、訓練内容によってはお風呂に入れない、洗濯機も回せないと大変なこともあるそうです。ではこういった船の中のご紹介をしておりますと、左右をご覧ください。かなり幅が狭い水路へと入ってきました。この辺りはまだ広いんですが、真ん中一番
船がすれ違うにはかなり狭いんです。名前が荒い堀割り水路と言いますが、元からあったわけではありません。明治時代です。旧海軍の方がここにあった大きな山を鉄管橋で崩し、この水路を作り上げてしまったので、めちゃくちゃ水路ということなんです。明治より前は皆様の左右の陸地がつながっていまして、左右の山としっかりとつながっていたんです。そこをわざわざ明治の時代、ハイテクな機材がない中、ダイナマイトを仕掛けスコップで山を崩したそうです。どうしてそんなことをしてしまったかと言いますと、ご案内をしてきました長浦港と横須賀本港の近道をつなぐためなんです。この水路がない場合、東京湾先ほどよりぐるっと戻って帰ります。片道10分を繰り続ける時間がかかるんです。この水路ですと片道が2、3分、往復5、6分、かなりの近道なんです。近道が欲しいために山を1つ崩してしまったんです。ですが、繋がっていた場所をプッツンと切ったので、残された土地が左側に残っているんです。無理やり切り離された状態なので、人工の島、東島という島になっているんですね。自衛隊とアメリカ海軍が使ってまして、一般の方は一切入れません。何に使っているかも明かされていない謎の島となっているんです。横須賀に何十年も住んでいても、未だにこの島の存在を知らないという方もたくさんいらっしゃると思いますよ。私もそんなにご紹介できませんが、左手前方に今横須賀らしいものが見えておりませんか。日本の国旗とアメリカの星条旗が仲良く上がっていると、かなり横須賀らしい光景だと思います。このように横須賀にはアメリカの基地がありますので、街を歩いていると一人以上外国人の方とすれ違っていると思うんです。一番最初にご紹介をしましたアメリカの基地、あの中には2万人以上の方の外国の方住んでます。普段の日は一般の方は入れないんですが、年に数回だけ気軽に入れる日があるんです。毎年例年ですと8月の1週目、アメリカの基地が公開されております。今年はまだあるか確実な発表はありませんが、気になるという方は7月頃に横須賀市のホームページぜひ調べてみてください。公開されているか書いてあると思いますよ。普段はアメリカ海軍のイージス艦やジョシュワシントンに乗っている軍人さんが屋台出していたり、船のオリジナルのグッズなど販売しているんです。ぜひ遊びに来てください。では続いては横須賀本港戻ってきましたので、左側から右側に目線を変えてください。ちょうど皆様の右手真横、今緑のネットのグラウンドがあるのお分かりいただけますか。ちょうど右真横です。こちら応援されている方いらっしゃるでしょうかね。プロ野球横浜 DeNA ベイスターズのグラウンドなんです。いかがでしょう、選手の方いらっしゃいますかね。グラウンドの左側にベイスターズとロゴマークが貼られているのもお分かりいただけると思いますね。日本の選手が主に使っている場所なんですが、施設がだいぶ整ってまして、一軍の選手とよく中畑監督も見えてますよ。中畑監督よく船に手を振っていただくんです。今年こそは頑張っていただきたいですね。ではそこから少し右手前方をご覧いただくと、自衛隊の船が何隻か見えてくるので、大きい船ご紹介させてください。中でも右手前方から頭の番号6102番、6102試験艦のアスカという船。海上自衛隊で何か新しいものが開発されますと、まずアスカに何でもつけてみるんです。本当に使えるのかどうか、どう使ったら効率がいいのかと試験実験を行う船なんです。アスカについているものはいつも最新鋭となってます。そして6102番のすぐ左横にもう一隻止まっているのお分かりいただけますか。この船を見ると他の船となんだか様子が違うなと思うところございますか。頭の先に番号がついていないという船なんです。よく見るとなんだか塗りつぶされたと浮き出てませんか。どうして消されたのかと言いますと、実は2年前に引退したんです。引退すると番号や名前、頭の日本の国旗、
船のお尻の自衛隊の旗を全部海上自衛隊に返してしまうんです。名前も番号もなくなり、すべて塗りつぶされてしまいました。おそらくこの後はスクラップされるか、鉄に戻し再利用だと思います。そして岸壁を挟み、よく見てください。潜水艦が一隻止まっているのお分かりいただけますか。縦に止まってますね。クレーン車が伸びているので、物資の積み込み、荷物積み込んでいる最中だと思いますよ。そしてそこから少し右手前方、116番のテルズキ、153番のユーギリという船です。皆様、こういった船、こう外から見ていると実際中に入ってみたくなったなという方はいらっしゃいませんか。結構そういう方いらっしゃるんです。実はこの153番の船なんですが、5月の後半に東京の晴海ふ頭で一般公開されるそうですよ。そして事前応募で、おそらく抽選だと思うんですが、当たった方限定で体験公開もできるそうなんです。実際動いている船に乗ることができるんですね。まだ締め切りおそらく間に合うと思いますので、気になる方自衛隊のホームページ見てみてくださいね。そして右手前方には110番の高波、一番最初に大砲をご紹介した船となっております。皆様、この110番の船、以前アフリカのソマリアという場所に派遣されたんです。何をしに行ったかと言いますと、海賊対策に向かったんです。現在もソマリアで海賊がまだまだ出ているんですね。民間の貨物船を狙い、乗組員を人質にして身代金要求しているんです。そういった船から民間の船を守りに行っているんですね。一度ソマリアへ派遣されますと、半年は日本に帰ってくることができません。実はこの110番は去年の7月にソマリアへ向け出航しました。私、友人が乗っておりまして、帰ってくるのは12月頃かななんてお話をしてお別れしたんです。12月中なかなか帰ってきませんでした。1月になっても帰ってきませんでした。どうしたものかと調べてみたところ、去年の暮れに他の国で航空機が海に墜落してしまった事故、記憶にございますか。その災害派遣に向かっていたんです。なので普段よりも1ヶ月半ぐらい長い長期の航海を終え、無事に帰ってきた船となっています。今も常に2隻ずつソマリア派遣されてますよ。ではこの辺りまで帰ってきますと、皆様大体ぐるっと一周してきたかななんて思い出していただけませんか。最初の方にご紹介をしました出雲まで戻ってきました。一周してきてもやはり出雲大きい船だと思いますよね。乗組員の方もこの船約500名ぐらいいらっしゃるそうです。担当の場所により通る廊下も違うそうでして、顔すら知らないという方もたくさん乗っているそうですよ。ではここまで戻ってきましたので、もう皆様大体ぐるっと一周してきましたが、今日はたくさんの船が泊まっていたんです。全部本物ですので、毎日同じ船が泊まっているわけでもありません。とある日来てみると、岸壁に船が何もいないという日もよくあります。アメリカのジョージ・ワシントンやイージスさんという方もいらっしゃるかもしれません。普段はテレビから見ている方が多いですよね。近くを走ると意外と大きい迫力があるねなんてお声もよくいただきます。中にはすごく気に入ったから一席くらい持って帰りたくなったという方も結構いらっしゃるんですよ。皆様、一家に一席いかがですか。どの船にしようか迷ってしまう方、左手前方から見えてくる潜水艦なんていかがですか。結構潜水艦、自衛隊の船の中でお手頃サイズですよ。小さく見えるんですが、意外と3階建てなんです。70名で住めるようになってますね。そしてお風呂もついておりますが、シャワーのみです。お手洗いもついてます。台所は火が使えません。オール電化という作りの船なんです。1つ2つ難点があるとすると、狭いです。そして窓がないです。
席いくらぐらいで作っているとご想像されますか？いかがでしょうかね。手振っていただいてました皆様、最後ですから大きく繰り返してください。ありがとうございます。安かったら買ってみようかななんて方もいらっしゃると思いますが、あの潜水艦一隻約500億円となっております。いかがでしょうか。かなり高価ですね。お金が払えるよという方ももちろんいらっしゃると思います。ですがお金が払いましたところで、さすがの潜水艦も止めるところには困るというお声いただくので、当社では皆様のためにあの潜水艦あのまんまのボールペンを作りました。かなりそっくりすぎて非常に書きづらいボールペンとなってしまったんですね。ですが止めるところには困らないと思います。当社の潜水艦ですと一隻たったの450円で販売をしているので、連れて帰れるかと思いますね。こういったオリジナルのグッズや横須賀で有名な海岸カレーも当社の発見所で販売をしているんですが、やはり横須賀といえばカレーが有名です。ですが横須賀の海岸カレーかなり有名でして、千葉県とかでも売っているんですね。ちょっと飽きてしまったっていう方もいらっしゃるので、そういった方にはこちらをお勧めしています。何かと言いますと、缶詰に入りましたカレーを販売しています。自衛艦カレーという呼び方をしているんですね。毎週金曜日、海上自衛隊の船の中で自衛官の方は曜日感覚をなくさないようにカレーを食べているんです。そのカレーを食べてみたいというお声をいただきまして、当社が再現しました。普段有名な自衛隊の船4隻作ったんですが、私のおすすめはこの黒いラベルに入りました潜水艦のカレーです。結構甘口なんですが美味しいと思いますので、よろしかったら食べてみてください。こういったものは当社の発見所で販売をしておりますので、よろしかったら覗いてみてください。ではもう間もなく桟橋へ到着いたしますが、船が止まるまでお待ちください。降りの際お忘れもないようにお気をつけください。本日安全に操船をいたしました船長が新井号、乗組員が村上智也、そして私若杉香織がご案内をさせていただきました。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました。